ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。三。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン、こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんだな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対、それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺はお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それはリンの任務でもあった。もういい。お前と俺と元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけど、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。一人で来るのは大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないことがある。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。まだ腕が震え上がる。おっさん、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。よし、もう少しでリンを。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この目が貴様ごときに本気を出していると意外と粘る。どうやらお前を過小評価していたようだな。
遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。戦場に送ってくるなんて正気じゃねえ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたの酒とは運命の差ってことだよ。いちいちの風に言うてめえは。おい、何が相手だかと言って気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。調子に乗るんじゃねえぜ。任せろ。クガキ、やっぱ手ごわいな。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。やっ
しない。今お前らがいるのは俺の手の中だぜ。奴らには必ず大きな隙が生まれるはずだ。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早えんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿だ。大丈夫か、リン、カカシ。オビタ！クソ！やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！そんな、どうして？オビト！俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや、忘れてたぜ。里の奴らがなんて言おうと、お前は
承認だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンはどこなんです？間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美峡の戦い。その日、木ノ葉学園に二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。